忍び参る。ようこそ友よ。ここが二条御所改め守獄の館だ。少し道楽が高じてな、作り直させてしまったよ。完全なる男、帝よ。道楽教のアングな王とそしらはそしれ。見事引き当てた K へのね。 K には風魔を送ろう。果てとなり果ててくれたまえ。久姫、それではまるで褒美ではないか。ヤンドは尖れ。それはさて、次なる種目は所詮は下船の者の武芸。それがその手本を見せてやろう。まこそが選ばれし者。それがし感無量にござる。皆まで言うまいが、たやすく明け渡してはつまらんぞ。あの方はさやく誰かのための剣なんかじゃない。私がついていますよ。天心様、天心様、この程度の立ち合いではやはり何一つ響かないか。ヤンドは尖れ。サヤより抜け放て。ヤインの剣。ときめきが私にさらなる力をくれる。全勝だ。さやの程度にでもいい、一つ響かせてみたまえ。彼はまだ未成熟なのだ。目を汚したならすまなかったね。一歩前進といったところだな、友よ。このまま当たりを引き取って、消耗を避けたいところですな。あ、ちなみに拙者は次は赤。あの技は面白い。どうやってどうか。できたできた。ここより先、通すわけにはまいりません。
しておるか。力を震えよ。みな、良いのか。友が好き勝手暴れておるぞ。かくなる上は。久秀を避けたか。しかし、本当にそうかな。最後の一つを引き当てられる刑には打ってきてか。見せてくれ、友よ。発する者の輝きを、干した命の瞬きを、友を招いて、皆で出迎えてやってくれ。兵から生じる者は、友よ、ここで終わるな。幾度でも立ち上がり、よと試合。ご覧ください。剣心様。どうして、剣心様を遮るというのなら。知れた欲だ。すまないな。私自身も見艶やかなる私。鞘より抜き放せ、夜陰の剣。面倒だな。あたりの胸の鞘。もう少し不足してもらおうか。いかがですか。まだ地獄の術。隙は大きいが。やんかは尖れた。なんだな。だが二度同じ過ち。そうだろう。鶴の桜で千歳のひとたび。なんかさ、ひどくら失笑が止まらなくてね。この調子だ、友よ。胸が望むまま、するものをつかみ取れ。楽しみにしていたのだがな。だがそれすらしのいだその方こそがあるのだ。鞘より抜き放せ、
野印の剣。あたしの胸の鞘に。危ういと思ったらいつでも呼べ。わかりました。さあ至極の檻を突破せし友よ、元ともにどこまでも駆けく限ろうではないか。剣心様がなぜお前のことができるのか。お前の人確実にあの方を変えてしまった。世の絶頂はあの一声でしまいだ。だがこの消し炭に再び火を灯した先にあるものは一体何なのである。あたたき胸の鞘に。さあ鞘を取れ。勇気にこのが命運を取って。私の邪魔をするな。死ぬぞ。虚しさなどもはやみじんも残しておらぬ。くべてもしてやったさ。どうだ。聞いたぞ。この身に触れるな。触れていいのはあの方だけだ。これで終わりではないだろう。いいだろう。楽しんでもらえている。これが天からの申し送りだ。一撃のもと朱に染めよ。あたしの胸の鞘に。お互い干して惜しむほどのものでもあるまい。なればいいやと存分にし合おう友よ。漆黒の木先は止まらない。ヤンドは止まる。鞘より抜き放て。そうヤインの剣。剣の道とは核の非常なものだろう友よ。あたしの胸の鞘に。今はそうござりますれば、お気を確かに。私の働きは。勝ちを拾ったな。しばしの別れだ友よ。すまない。いいんだ、これで。そうですよね、剣心様。剣心様。ああ。